いわゆる、回路通路とは、人や物の移動のために設けてある場所を指し、出入りや、通行のために危機器ができる道路や、通り道のことを言う。通路自体の法的定義は存在せず、場所、利用形態によって認識が異なる場合が多い。一般的には自由に通行することができる道路や、公共施設空間のことで、場所、利用形態によって認識が異なる場合が多い。通路は、 人や物が移動する便のために歩いて移動しやすい面を持つ場所で、それらは施設や設備に接続され交通に利用される。徒歩で短時間移動する場所という位置づけが強い。都市計画法第11条第1項には都市施設の内建築物等に付帯する施設として通路が挙げられている。また、国土交通省の定める都市計画運用指針には、 通路の計画にあたっては、他の道路における歩道を等と連携し、歩行者のネットワークを形成する、要配置することとし、歩行者の交通量や歩行者のたまりの空間を考慮し、その規模を定めることが望ましい。また快適な通行のように強し良好な都市環境、都市景観の形成を図るため、緑化やエコイの空間に配慮して計画を定めることが望ましい。特に、 建築物との複合的な空間となる場合においては、立体都市計画制度を活用することが望ましい、と示されている。通常、通路とされる場所は、道路法に基づく道路としての歩車道のほか、道路法の通用を受けない、離道濃度も対象になる上、これら以外の通行を目的に設置する、歩道上の場所も含まれる。地方公共団体の管理する通路の場合、 設置及び管理を定める法令は存在しないため、個別に条例等で定めることとなる。車両用の通路歩道と対比して、もっぱら車両が通行する部分を、自動車通路、あるいはさらに限定して、バス通路などと称することがある。建物の内部における通路は、廊下と呼ばれる、移動のための部屋の様式があるが、回廊やテラスのような半戸外の様式も見られ、これらは、 様々な機能を持つおののの部屋を連結する。店内スーパーマーケットやコンビニエンスストア、ディスカウントストア、量販店では、店内の通路はセルフサービス形式の顧客が利用する場であると同時に、店員が商品を補充するための場でもある。またこれらでは、ショッピングカートが移動する場ともなるため、商品棚の間は比較的余裕も持って開けられ、 スカートの対面移動や商品や補充中の定員が顧客の邪魔にならないような広めの空間となっている。日本の多くの鉄道駅のように、鉄道利用者が改札口を通る場合、改札口の外側の通路と内側の通路が区分されている。自由通路自由通路は、鉄道駅の構内を横断する通路のうち、鉄道利用者に限らない歩行者や自転車が通行する通路である。 改札口を通った鉄道利用者が利用する改札内通路と対比される。国や地方公共団体管理の部分と鉄道事業者管理の部分がある。古戦橋と同様に鉄道の上にある場合と地下道として鉄道の下にある場合及び地上の通路として高架の鉄道の下にある場合がある。京城駅や地下駅の一環として改札口が ついている場合も多いが、単に鉄道敷地を横切るもので、改札口と接していない場合もある。椅子が収納式で全面通路となる205系車内乗り物の内部では、座席と出入り口を結ぶ部分が通路である。例えば鉄道の旅客車では、各車両内の座席の中央を通路が貫通し、旅客はこの通路を通って、各々の座席に移動する。なおそれら乗り物では、 通路も乗り物の内部であるため、座席が満席で利用できない場合などでは便宜的に、利用者が立って乗る場所にもなるが、通勤系電車では限られる、座席数から、あえて座席を減らして、通路を広めに取り、大量輸送に対応している。海上交通安全法においては、航路を、ある基準に則っった船舶の通路としている。航空法においては、航空路を、 ある基準に則っ,った空中の通路としている。結婚式におけるバージンロードはいわゆる通路ではない。これはそこを通れるものが限られるためである。これに関してはあるホテルで開催された結婚式でバージンロードのカーペットを横切ろうとして転倒、骨折した高齢女性がホテルを相手取って起こした裁判で2005年11月30日に 仙台地方裁判所の中丸隆裁判官は、バージンロードは4人が踏むべきではない神聖なものであり、踏まないように注意することが求められているという判断を示し、主婦にも部分的な過失を認めている。都市計画運用指針例、大阪運輸支局構内案内図例、豊鉄バス、豊橋駅、バスセンター、駅前乗り場案内国土交通省、 自由通路の整備及び管理に関する要項、バージンロードにつまずく式場で点灯。ホテルに、過失共同通信2005年11月30日11時31分リンク切れ。ありがとうございます。